はい、カメラマンの村誠一です。いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、軽井沢に4日間行ってきました。たらね、もう寒くてね、本当に行く前にコートを買っててよかったなと思ったぐらいですね。今回はね、この、マセラティのレバンテで行きました。で、ところどころ話はしてるんですけど、朝早いためにあんまりこう話はしてないんですけど、その軽井沢の思い出話とかっていうのも、しながら行きたいと思います。作品はね、また改めてね出すようにしますので、今回はこの、撮影の雰囲気だけをちょっとね味わっていただきたいと思います。こんな感じです。これから撮影に出ます。朝寒いですよ。今朝もね、蒸気すごいでしょ、ほらこんな感じ。これはホテルレジーナから朝ね6時半に出たんですよね。それでもう本当にね寒いから、見ての通りね蒸気がすごいでしょこれ。それでね、車の上とかもう完全に凍っちゃってるんですよね。それで前のところにも本当にこうなんていうのかな、雪の結晶みたいにね、もう本当に、フロントウィンドウが凍ってるのがわかると思うんですよね。まあこんなぐらい寒いってことですね。実際はね、樹氷を取りに行ったんですけど、樹氷なんて出てなくて逆に寒いだけで、ホテルのねすぐそばに雲場池っていうのがあって、そこをねちょっと取ってみたいと。で、多分そこ行ったら蒸気がこう立ち上がってるんじゃないかという想像のもとで行ったんですよね。そしたら一人の方がもう撮影していてね、じっと構えてた。なんかやっぱりこういうとこは地元の方が撮影してるんだなっていう感じでしたね。でも実際この時ね、着いてすぐにカメラを出した時にはね、もうすごいこう蒸気が立ち上げてたんだけど、カメラを用意して出てったら少し収まってしまってね、翌日ももう一回トライしようと思って、でこの感じですね。もうすごい蒸気がね、いい感じでしょうこれね。なんかもやっとした感じがこう出ててね、浅間山の方に向かってね行くとね、浅間山がね本当に汗焼けでね、本当綺麗でしたね。この浅間山を見てると、いやすごいなと。でやっぱりね、上の方はね噴煙がまだ上がっててね、ちょっとこうね活火山だっていう感じがこうすごくしますよね。この近さでね本当に噴火したらやばいなっていうふうに本当思いますよね。この最初にね出てくるのはですね、石の教会といってね、そこに前日行ったんですね。そしたらいい雰囲気だったんだけど、暗くなってきちゃったんだよね。でギリギリ閉館間際だったんで、翌日もう一回行ってみようってことで、これ翌日の朝行ったんですね。行くと、もちろん誰もいないんですけど、ここのねホテルのね庭にねキャンドルがいっぱいあってね、LED かなと、前の日はね LED なのかなと思ってたら、 LED じゃなくて全部ろうそくだったっていうね、ものすごい数のが庭にねろうそくがこう入ったのが照明でこうあるっていうね、すごいですよね。本当こうかっこいいですよね。でこの、石の教会っていうのはね、最初は家内がね探してて、石の教会があるんだよって言った時に、最初場所が分かんなかったんですよね。それで場所が分かんないから行かなくていいよって言ったら、家内が必死になって探してね、いや行ってみたいと、私は行ってみたいからって言ったらね、もう本当にいいとこだったんでびっくりしちゃったんですよね。それで後になってから行かなくていいって言ったら誰なんて言われちゃって、でそんなこともありながらですけど、翌朝もまた行ってみたら、翌朝がねこのね朝焼けがすごい綺麗だったんですね。これ改めてねまた映像と写真をね出しますけど、とりあえず今回はどんな感じで軽井沢を過ごしたかっていうのを最初にちょっとお見せしようかと思って。でこのね石の教会ってもうすごい不思議ですよね。これなんて
ったらいいのかな。あのね、石っていうか石でこう積み上げてるんだと思うんだけど、まあ前日ね行った時に中に入って、中は撮影ができませんって言われたんで中は撮影できなかったんですけど、まあすごく雰囲気あるところでしたね。でこの建築っていうのかね、石の建築っていうのかちょっと分かんないんですけど、まあとにかくこう神秘的でね、この間にこう隙間にこうガラスがあるんだけど、ガラスもねこの建物の形の下ね、こうガラスに切り取られててね、それがうまくこうはめ込まれてるんですよね。でこれがもう何とも言えずこういいですよね。ちょっと光ってると思うんですよね、このちょっとこうガラスが、鱗状のガラスがこうねずっとこうはめ込まれてるんですよね。これがもう何とも言えないんですよね。これ後でねスチールと映像でちゃんと撮り直してのあるので、まあ、それを改めて見てもらいますけど、まあなんかね、なんと要塞みたいな、なんかねそんな感じでしたね。こうやって明るくなってくると分かると思うんですけど、こう 石とあれで組み上げてるねものなんだけど、すごいですよね。なんと見えずこう雰囲気がこうねあってね。でこの周りがもう本当朝焼けで綺麗でした。これもねまた改めて見てもらいますね。でその後ね、まあ展望台に向かったんですけど、まあそのね、その軽井沢っていうとね、自分はものすごくこう思い出が深くてですね、まあ前回にもちょっとこう話したと思うんですけど、25か6ぐらいの時にですね、女性誌の仕事でね、軽井沢でね、当時丸井の愛情はつらつっていうのが流行っていて、それと同じ映像を撮ってきてくれって言って、これがね初めてその女性誌でもらったそのロケの仕事なんですよね。で軽井沢まで行く、当然編集なんかつかないで撮ってこれるだろうっていうから、取材もあるわけじゃないから行きますっつって、でまあスタイリストさんと、モデル男女2名4名でね、軽井沢行ったんですよ。で4名で行って、それでもうすごいね初めてのロケでね、自分も緊張したんですけど、まあとにかくね、まあ、代理店にいた時からそういうのはもう慣れてたから、でもうモデルも全部選んで行って、それで当日朝ね上野駅で待ち合わせしたら、なんとモデルさんが、あれ頼んでた2人とも違う人が来てるなっていうのがあってね、まあ、前回もこの話はしたと思うんですけど、まあ、軽井沢っていうこともあってね、まあ、そんな話をちょっとねしながらと思うんですけど、これはねちょっとねチョコレート、とソフトクリームを食べるっていうんでね、かなりと入ったんですよ。でまあ中で撮影していいですかって言ったら、いいですよってことになって、でまあちょっとね家内はいろいろお土産を買ったりとかして、まあいろいろ調べたんでしょうね、ここ行きたいっていうこと で自分はねこのチョコレートっていうのが苦手で、このでもまあチョコレート屋さんに来てチョコレート苦手っていうのも変な話なんだけど、どうしよう、まあそれで食べて行ったんですけど、まあその後ね、まあ三枚山にちょっと向かってまあ行くんですけど、まあそのねさっきのもう続きになっちゃうんですけど、それでね朝上野駅行ったわけですよね。そしたらその上野駅行ったらモデルさんが2人ともこうねなんか違う人が来てて、でスタイリストさんもなんか荷物を持ってなくて、あれと思って、したらスタイリストさんが、いや私大丈夫、軽井沢で借りられるからって言って、衣装もなく行って、いやどういう風にしていくのかなってこうびっくりしちゃったわけですよね。これちょっと浅間山が見えてますね。それでその感じでまあ進んでいったんですけど、それでね電車の中でね、どうしようかな、初めてもらった仕事でこれもう大失敗だなと思って、で現地についてまあ一応ね撮影始まったわけですよね。そしたらそのモデルさんなんか当然初めてだからもう動けないし、2人とも緊張しててね、それでもう全然ダメなんですよ、もう全く動けない。それでねどうしようかなこれと思ってたところをね、ちょうど丸井の愛情はつらつだったから、カップルがいるのがもうすごくこうなんていうのかな、そういう写真を撮っとかなくちゃいけないから、
でね、自分はその時ね、若いのに機転を利かしてね、すいません、もう撮影今日これで終わりますっつったら、え、もう終わっちゃっていいのって言うから、いや、もう終わりです、お疲れ様でしたって言って、自分一人で残ったんですよ。それで近くで自転車を借りてですね、一人でこう走り回ったんですよね。で、そうするとね、カップルってもうね、軽井沢だからウキウキしてるからたくさんいるじゃないですか。で、そのカップルを撮って、それで帰ったのが大評判になって、それからその女性誌をしばらく続けてから表紙も撮るようになったっていう話なんですけど、で、これはね、星野リゾートっていうとこなんですよね。で、星野リゾートっていうとこは家内がね、行ってみたいと、テレビでやってたからここ行きたいと言って、まあ、行ったんですよね。したらもう本当にまあ可愛いですよね。もう本当に見るからにこう可愛いっていうかね。それで自分はあんまり買い物っていうのはね、こう得意なタイプじゃないから、でいろいろ見てたら、ここのところにね、お蕎麦屋さんがあったんですよ。で、お蕎麦屋さんでお蕎麦食べたいなと言ってるけど、まあね、この朝だから、これ戻ってからまだね、ホテルで朝食取るんですよ。9時から朝食で、で、じゃあ一旦戻ろうってことになって、じゃあまた来てね、またそのここでお蕎麦食べればいいじゃんって言って、で、次の日になって、もう絶対頭の中はもうお蕎麦お蕎麦お蕎麦になってたわけですよね。で、まあちょっとお蕎麦美味しいだろうなってこう思ってたから、で、そしたら、いや、家内があそこも見に行こう、ここも見に行こうっていろいろ見に行ってるけど、まあ当然それは家内は軽井沢初めてなので、まあその行かなくちゃいけないってこともありながらね、まあ行ったわけですけど、そしたらね、そうですね、そばを食べる時間がここにまた同じここの場所に戻ってきたんだけど、4時、夕方も4時近くなってたんですよね。で、お腹空かしてるから、そばが美味しいから、じゃあどうしますかって言うから、いや、じゃあ僕は特上をお願いしますとか言って、特上とそのね、普通の波の違いは何ですかって、エビが1本余分に入ってるんだっていうだけで、まあでも自分はもうね、お腹空いてるから特上でエビ2本でお願いしますとか言って、かな1本なんだけど、出てきたらね、エビがでかくてね、それで自分が話したんですよね。したら、もう東京とは違うんだからって、そうだよなって、エビがこんなでっかいって東京じゃ想像できないよなっていう話で、いや、参ったなと思ったけど、食べたら美味しくてね、でもうほんとたまんなく美味しかったですよ。それで帰ってからね、夕飯になった時にはもうご飯食べられないんですよ。で、フルコースで出てくるから、もうほとんど残しちゃって、なんかお口に合わないですかなんて言われて、いや、そうじゃなくて、夕食を食べたのが遅すぎて、もう本当にすいませんなんつって、ほとんど食べられなくて、翌日はちゃんとして食べようと、美味しいご飯だからって。さあ、ホテルの人も気を使ってくれちゃって、いや、なんかお口に合わないのはあったんでしょうかなんて言われるから、いや、そんなことはないですよみたいな話だったんですよね。で、これ一番着いた日にすぐにこう浅間山をこうね、見に行ったんですよ。そしたら浅間山にね、ちょうどね、夕日がかかるところで、浅間山の後ろに夕日がかかっていて、浅間山がシルエットだったんですよね。あ、そうか、朝行かなければ綺麗な浅間山って撮れないんだなっていうことで、もう一回チャレンジしようってことで行ったんですよ。で、この浅間山ってね、9時から多分夕方な何時か分かんないけど、その時はここにね、行くチケットはいくらだったかな、300いくらだったと思うんだけど、そのお金が、かかるんだけど、朝行くとね、その係員がいなくて無料でこう入れちゃうんですよね。で、ちょうどまあ休みね、早いってこともあるから、観光客の人もいないから、そしたらね、この近く行ったら、もう正面のね、こう山がもうすごい綺麗で、いや、もう驚くぐらい綺麗でしたね。それで、いや、これはすごいなと思って、で、とりあえず左に浅間山があるので、一旦こう止めて、じゃあここで撮影しようっていうことで撮影したんです。どうですか、これ、この浅間山すごい綺麗ですよね。前日はね、
ちょうどこの山の上のね、あの雲がね、雲っていうか蒸気なんでしょうね、これね、噴煙みたいな、ここにね光が当たってすごい綺麗でね、まあ、それもね、ビデオで長時間回ししたので、それもまた見てもらえますね。で、まあ、朝ドローンを飛ばして、まあ、いい雰囲気で撮れたんですね。でここはもう寒かったんだけど、やっぱりさすがに朝日が出てるから、まあそんなにめちゃくちゃ寒いってわけじゃないんだけど、まあ見ての通りね、もう道路はもう凍ってて、でまあ行く前にね、当然スタッドレスに変えていたので、まあ四駆だしね、もう平気で、それでね、このマセラティって四駆にするのはどうするんだろうってことになって、またマセラティに電話して、すいません、これ四駆にするどっかこうスイッチみたいなのがあるんですかって、いやもうそれフルオートなんですって言われて、それであの道路を感知して、あだから途中で道路が凍ってるとかいろいろ出てきたんだなんて、そのちょっと笑い話なんだけど、車高を上げる時だけボタンがあるんですよっていうので、まあ聞いて、そうか、やっぱりそういう車なんだっていうことでね。でこの鬼押し出しっていうのはね、昔撮影でよく来てたんですよね。でまあそのなんていうのかな、何回も来てるから、このここのこう撮影ってのはよく知ってるわけですよね。で旧カルのあたりもあのよくね撮影に来てたんですよね。でまあ実際こうなんていうの、知り合いが最近になってね、あの不動産屋の仕事をしてるらしくて、軽井沢のね、でそこでその浅間山取り来たっていうんで、情報は事前に聞いていたんだけど、この朝早く行ってね、この天気でこの光っていうのはちょっとついてたかなって気しますよね。ほんと綺麗ですよね。これね、後にまたあのドローンで撮ったのをお見せしますけど、まあほんとすごい絶景ですね。もうあの撮影もね、まあそんな長い時間ねやってるわけじゃないので、なぜかって言ったら朝、6時半にあのホテルを出て、9時には戻って食事をしなきゃいけない、朝食をとって、またじゃあそれから行こうっていうことで、その後じゃあ白糸の滝行こうかっていうことなんで、まずはじゃあここで撮ってっていうことで、でまあ直線でまっすぐなんだけど、まあ端に雪があるためにね、 U ターンがちょっと危ないっていうことで、まあその鬼押し出しの最後のとこまで走ってかなきゃいけないから、このようにして走ってるわけですよね。でももう本当にもう路面も凍っててね、まあ本当にスタッドレスじゃなきゃ入れないなっていうのはちょっと感じましたね。まあ実際これね、すごいスピードが出てるように見えるけど、まあ当然ね、GoPro なんでね、ワイドだからスピード感はすごいあると思うんだけど、実際はノロノロ運転なんですけど、でこのね、やっぱり窓から窓越しなんですけど、ガラスをちょっと開けてね、また見たら違うかなと思って、ちょっとまあちょっと開けてみたわけですけど、まあね、本当にどうですか、この浅間山の絶景、絶景ですよね。こんな間近でこの雪のこの雰囲気でね撮れたなんていうのは、自分はちょっと感動しましたね。本当にね、まあ帰りね、こう本当に朝食に間に合うように戻るんで、まあちょっとこうね、あの窓からの眺めで、でその後朝食が終わってからですね、白糸の滝に向かって行ったわけですよね。で白糸の滝って昔ねマガジンでね行ったことあるんですよね。タレントさんをね連れて一緒に行って、まあ、撮ったわけですよね。でここのその時にね、この仮旧カルのね近くからこの、並木道を通るんだけど、この並木道ってね2、3年ってことないかな、でもまあ5年ぐらい前かな、もう5年ぐらい前にね一度この右側のところで撮影したことあるんだよって家内に話してて、こう見てたら、ああそこだっつって言って、全くそのまんま の別荘があって、その別荘もね貸してくれてね、中も雰囲気あって、でその中でこう撮影がしたのを覚えてるんだけど、まあそのなんていうの、夏になると本当軽井沢ね雰囲気があってやっぱいいとこですよね。でこれだけ木にね覆われてるとね、やはりそのね浅間山も見えるんだけど、木でやっぱりね隙間からこう覗くってわけいかないから、
まあ、ドローンを飛ばすにしてもね、上に木があってドローンが上を張っていけないみたいな。でやっとこう白糸の滝に着くんですけど、白糸の滝はね、なんか昔のイメージとはちょっと違っちゃったかな。この土産物屋さんとかすごいできちゃったりしてね、すごい綺麗になっちゃって、昔はどうだったのかなって、自分ではちょっと、まあ、正直言ってあんまり記憶にないぐらいなんですけど、で白糸の滝っていうのはね、実際こう歩いていくんだけど、この左側にねこうあるのは竹筒の中にね LED が仕込まれてて、夜になるとこれ光が出て綺麗なんですよね。でちょうどクリスマスイブの時に、5時から7時の間に、滝にねマッピングをしてくれるっていう、プロジェクションマッピングをやってくれるってことだったんですけど、まあさすがにそこまで来てね、クリスマスの撮影してるわけじゃないからと思いながら、まあそれはちょっと断念したんですけど、昔はねここにこういう竹があったりとか、こうもちろん橋はあったんだけど、この周りに柵とかはなくて、この周りのねこの石垣みたいな、こういうのもなかったと思うんですよね。まあいつこうなって、昔もそうだったかちょっと分かんないんですけど、でも自分の記憶だと本当にこの柵がなかったような気がするんですよね。まあ、ちょっとね、あれだけなんだ、まあ、記憶はなんと見えないんですけど、まあ、そこでこう写真を撮ってみました。でこれね、まあ後でまた改めて出しますけど、これってね長秒撮影っつってね、10秒間ぐらい録音するんですよね。でこれたまたまね、前にキャノンからねこういう、まあなんていうの、 ND フィルターでこう暗くしてね長秒ができるように買ったわけですよね。でこれがあったので、あ、よかったなと思って、初めて役に立ったと。で、まあ、今後はねこういう撮影もどんどんこうしていきたいと思ってるので、でもねやっぱこう長秒撮影にやるとこうね、滝の感じがこう綺麗にこうファーッとなってるのが本当綺麗ですよね。まああんまり自分はね風景撮影とかっていうのはねしないんだけど、最近ここ 2,3 年ですかね、家内といろいろ旅行しながら撮るようになったんですけど、まあ、ね、本当こういいですよね。でやっぱりそのこれがね、その白糸の滝のこの全貌なんだけど、ここにねその24日のクリスマスイブはねプロジェクションマッピングでね、この滝のあたりとか全部こうね、全体を全部こう投影するらしいんですよね。でそれを見ようかと思ったんだけど、見ないで他のところ行っちゃいましたけど、でもうとにかくまあすごいですよね。これがそうですね、これが撮影したやつですね。こうすごい雰囲気あると思うんですよね。本当はねもっと雪がこうある方がいいのかちょっとわかんないんですけど、まあ家内もねここはもうすごい気に入ってくれて、まあなんかいろいろ撮っててね、それで iPhone でね、スローモーションとか撮って俺に見せてね、これどうって言ったら、いやすげえうまいじゃんって言ったら、どうでしょう使わせてあげるやんって絶対言われちゃって、でまあ自分もね当然そのスローでは撮影してたりするのでね、それはまあ問題ない範囲ではあるんだけど、でもやっぱりねこう実際これは本当寒くなると凍るのかどうのかってちょっと分かんないですけど、でここにねいっぱい雪だるまがあったんですよね。雪だるまがあって、あこれかわいいなと思って、誰が作ったんだろうと思って、まあ、ちょっとね作った人の愛情を感じますよね。でその後ね、旧カルで買い物したいっていうので、じゃあ旧カルに買い物行こうっつって、それでそしたらね、その GoPro 持たないで来ちゃったら、 GoPro 持ってきなよって撮った方がいいじゃんって、こんなのちゃんと撮ってあげないよって言われちゃって、ああすいません、そうだねっつって GoPro 撮りに戻って、まあ今のような撮影になったわけだけど、まあでもねここをこうやって歩くことなんて本当ないからね。で家内のこの背中に背負ってるのはね、バニーのバッグでね、あのトリマー屋さんで買ったんですけど、この中にねバニーを入れるとこう網になっててね見えるわけですよね。でこの中入ってこうおとなしくこうなんか座って見てるの見てると笑っちゃうんだけど、でもやっぱりねこう重いから、やっぱ背負ってくと
かなり後でずっしりするんだけど、家内は全然平気で、まあ私は可愛いからできるとか言って、あんたできないでしょっていうか、俺は重たいなっつって言って、で、まあ、あんまりこうね持ってかないんだけど、家内は必ず持ってってね、まあ、ここに入れてあげるとね、ワンコもね、まあ、足が冷たくなっちゃってね、雪の上歩かせたりすると足がもう冷たくて、あー冷たい冷たいみたいな顔してるから、この中入れるとちょっと安心するんだけど、さすがにね、やっぱこの旧カルの商店街の時はあったかかったからね、もう着てるものがもうほんともう参っちゃいましたよね。でここでねお店を一軒探してね、そこでお土産をいろいろ買ったんですね。でこれそこで買ったものをまた食べようとしたんですよね。でも昨日さってご飯も食べられないんだからやめときなよって、あとでご飯をね夕飯食べてからデザート食べんだったらいいけどって、そうだなと思って我慢してね、いて、まあ結局まあ食べないでね、 あれしたんだけど、結局ねもう自分は思ったんだけど、これだけのお店が立ち並んでてね、やはりねこう観光客っていうのかね、冬の軽井沢ってちょっとよくわかんないんだけど、でもねほとんどこうやってなくてね、でホテルのね人に聞いたら、やっぱり夏場はね1ヶ月半ぐらい休みで、従業員も休みだったと、そのことですよね。でアウトレットもそうでしたって話を聞いたらね、だからほとんどもう人がいなくてっていうから、まあこのコロナっていうのはね大変なことになっちゃったんだなとね。だってこれだけのものがこうね店に陳列してあるってことは、これだけ人がいたっていうことですよね、観光客の人がね。まあそう考えるとね、やはりそのコロナの影響っていうのかな、それがもうすごいこう出てるのがよくわかりますよね。まあそんなことでまた次回はね、作品を見てもらいながら説明をしようと思ってます。またチャンネル登録していただいて、またお会いしましょう。今日はありがとうございました。見失ったんだよ俺のこと、いるから。